はい、こんにちは。札幌占い美容師相馬勝元です。再度こんな感じで、中が買ってたのかなっていう感じで、バッグがここがちょっと生え癖が上にこう生えてるんで、そうすると根元から動いてくれるようになるので、後でこのチョッパーカットっていうんですけど、このチョッパーカットのループセニングで骨格調整したりとか、立ち張ってる方はちょっと攻め気味にしたりとか、まあその骨格に合わせた感じでやっていけるといいかと思いますね。あと逆に落ち着かせたい時は上から下にチョッパーを持っていきます。この時結構切りすぎちゃったりするので気をつけてください。ちょっと落ち着かせたい時は上からチョッパー入れます。まあ刈り上げた後の状態になってるんで、このチョッパーカットで少し根元の方から間引いていきながら、ちょっとこの辺になるとね、持ち替えた方がやりやすいんで、ちょっと持ち替えて、でそーっとやらないと地肌、ね、切っちゃったりとか、それちょっと気をつけてください。皆さん耳とか僕責任を負えませんので、あと皮膚を切るとか、あとボンドクモのこの、あとね、ここをねやりすぎると結構ここがボンドクモのところが結構透けて見えちゃったりして、剥げてるように見えちゃったりするんで、結構気をつけてください。もっと下の方はね、普通にセニングしちゃった方がいいです。このまま普通にこう入れていきます。でもみあげがですね、どうしても立つんでちょっと気になるなと思ったんで、これは R2 セニングを上から、これシルエットを彫刻のように使う、彫刻用に削っていくときに使うんですけど、 R2 セニングを指で押さえながら上からラインをこういう風に取っていくんですね。わかりますか？出てるラインをこういう風にこう、ちょっと今切ってないですけど、例えばこの辺がちょっとこの辺出てるなと思ったら、 R2 でこの辺の側面をちょっと取っていくんですね。こういう風にそうするとちょっとこう収まっていくっていうか、ここ今収まったの皆さん分かりますでしょうかね。ちょっとここちょっと面が綺麗にこうなるんですね。まあ今切ってるのはね、このセシルカットっていうスタイルに近づけてるので、まあ結構タイトなスタイルなんですけど、あとこのもみあげどうしても気になるんで、ここは上からこのセニングの方法で、はい、上からこう押さえつけるような感じのカットです。下から刈り上げるんじゃなくて、上から刈り上げる感じでここをタイトにしていきます。いいでしょうかね、こういう感じです。で、この指1本とか指2本とかですね、これでアタッチメントみたいな感じで、小指だけだったとか、まあ、あと入れる位置だったとか、それで結構この使い方を僕は変えてはいるんですけど、面をこう綺麗にするときはこれを使います。今これもみあげが今立ってないのが分かると思うんですよね。こっちは立ってますけど、こういうのを、まあ、レザーでやる方もいらっしゃいますし、僕はまあハサミでやっちゃいます。あとこっちの方がちょっと見えないけど、この辺をちょっと面を綺麗にしていきたいと思います。基本逆刃です。逆刃セニングで、この R2 セニングがいいのは削ぐ量、これが絶妙にいいんですね。このままこうやってやっていくと綺麗に取れていきます。これ分かりますかね、ここタイトルもこうなってきてますよね。ちょっと気になるところがあったら指で刺して、あ、この辺だなっていうのが分かったらもう一回入れていきます。つむじから生えてる方向に合わせてカットしていく感じです。はい、これちょっとだいぶここのシルエットがピタッとなったと思うんですね。はい、で今度このラインね、ちょっと耳があるんで、こっち側からやるのがかなり危険なんで、前に持って、前に持ってきて、前側から上から押さえてください。このような感じで、もみあげのところがタイトになったと思うんですね。なったはず。結構この耳周りのあたりもちょっと残ってるけど辛かったりするんで、あんまり攻めないで、きっちりするとメンズっぽくなっちゃうんで、ちょっと動かします。短いけど伸びてきても大丈夫なようにちょっと長短をつけておくんですね。そうすると持ちがまた良くなるので、重い
状態で伸びてくるとすごいモチがあると思っていますから、はい、ここもほらこうなっちゃってる毛はもうしょうがないので、上からもう僕はのもう彫刻のように取っちゃいます。こういう感じに、わかりますかね、逆刈り上げみたいな感じで、コームでちょっと溶かしながら実際どうなってるかっていうのをちょっと確認しながら、ここをよりシェイプになっていくようにノーコームでカットします。こんな感じです。あんまりでもね、こういうショートのスタイルの動画やってないんで意外とレアかもしれないですね。で、このように感じにして、昔はね、レザーでこうビリーザブートキャップって流行ってたんで、レザーとコームでこういう風にやって根元をやってたんですけど、最近レザー使ってないので、こっちもこのまま、皆さん分かりますでしょうか、上から下にかけてね、はい、で耳を押さえながら逆刈り上げですかね、これは僕結構使うんですけど、逆刈り上げこんな感じで棒刃を乗っけて襟足のこの癖取っちゃうんですよ、こういう風に。分かりますか、上からこう押さえつけて癖取っちゃう。はい、こんな感じに取っちゃうんですね。ここも取っちゃいます。逆刈り上げ、逆刈り上げをしていきます。こんな感じ。ただメンズみたいにこうケリにする必要はあまりなくて、柔らかさが出てれば僕はそれでいいかなっていうのを今日のスタイルに関しては思ってるんで、そんなにがっちりはメンズの刈り上げみたいにはしません。だってかバリカンでやっちゃった方が良くなっちゃうので、多少ラフさも残しながら作るっていうのがポイントです。はい、バングは、僕中のをちょっと短く切って上からかぶせようかなと思ってるんで、キュッて上げちゃいます。ペンシルシーザー、バングはペンシルでいきます。で、ここを上にこうやってペンシルでちょっとずつね、雰囲気見ながら撮っていきますね。こういう感じです。コームで表面の毛を浮かしながら、浮かして中でこう間引いた感じを作っていきます。で、ペンシルはやっぱりこの先っちょの感じがすごい柔らかく切れるんで、おすすめかなと思います。1個あるといいっすよ、これ。他にないハサミなので、これは世界中探しても多分僕ぐらいしか使ってないハサミなんで、結構面白いと僕は思うんです。はい、今直毛なんでね、で上の下ろして、またスタイリングするとまたこの辺変わってきますから、はい。で、前髪の丸さを出すのは、ショーバルタンで指をここ入れてですね、分かりますか、指をここに入れるんですよ。完全に締まんないようにして少しここに R を入れておきます。反対入れていきます。それによって丸さがやっぱり出てくる。コンベックス入れることによって丸さが出てくれるんで、でこっち側ちょっと重いんで、重いというかな、ちょっと毛先動きがないんで、ちょっとペンシルで遊びを作ります。で、またカラースタッフとかはね、この辺のがまたちょっと違う感じに出てきたりするんで、そこまたあんまり出そうなところは、まあ、やすりがけみたいな感じで R2 セニングでこういう風に取っていくと、ちょっとシルエット綺麗になるんで、つむじからこう撫でるような感じに R2 セニングをこうやっていくだけで、ちょっと主張しすぎてる毛とかも取ってくれるんで結構いいです。こうですね、つむじからこう撫でていくような感じで反発する毛を取っていきます。いいですかね、こういう感じです。絶対に反発する毛ってあるんで、それをちょっと取っていきます。そぎもね、入れてるんで、やっぱどうしてもこう立つ毛が出てくるんですよね。
はい、こんな感じにするとこのなんか馴染んだの分かりますか。結構ね、R2 セニングはマジで使えますよ。僕かなりこの R2 セニングの削ぎ加減は資材選ぶときすっごい時間かかったんで、もう本当にめちゃめちゃセニングいろんなのを使ってやっとたどり着いたのがこれなんで、削ぎ率がめちゃめちゃいい。なので本当すごいおすすめです。他で同じのを探してもなかなかない。はい、これで結構ね、上からつるっていう感じの質感に変わってきたんで、ツーブロックラインと上のところが段差ができてたんですけど、あえてそこは完全につなげてなせません。わざとです。上からかぶさってる毛もこれが主張してくれるんで、より柔らかさが出てくれると思うんですよね。これをブロックとつなげちゃうとめちゃくちゃ短くなっちゃって動きが全くなくなっちゃうんで、動きを主張するっていう意味でブロックの部分と上の毛をあえてつなげてない感じです。そうすることによってちょっとした動きが残ってくれるんで、その動きをちょっとカラーで表現していこうかなというふうに思っております。